地図においの私は、富山県の親部川川口の地域を横断するために、運行されていた都線である。六都寺渡る、かのこの渡り、かご渡し、においの渡し、高岡市営都線などというようにこの都線は、歴史上様々な名称で呼称された。このうちにおいの渡しという名称は、吉経紀等に見られる、源の吉祖にまつわる伝説に関係するが、 その審議については、諸説がある。能の演目、あたけ、歌舞伎の演目、肝心町は、吉爪木における匂いの私での一件を題材としているが、舞台が、加賀国安宅に変更されている。近代以前より橋が架けられていなかった伊水川、川口の地域において、両岸を結ぶ都線として運行されていたが、 伏木マハ大橋の開通に伴い2009年8月2日をもって廃止された。時代とともに事業主体は変遷したが、1951年4月以降、実際の運行は伏木港湾交通が行っていた。1957年7月以降は、佐岸の伏木新島と右岸の中伏木を結ぶ航路を取った。 午前7時から午後7時まで15分間隔で運行され、所要時間は約3分であった。ただし、乗客がいれば随時運行を行っていたとも言う。片道の運賃は、小学生以下が100円、中学生以上は200円であった。旅客の他自転車等の積載も可能であった。都線の待合所付近に混流された吉常、弁慶像、吉常木に、 欧州に落ち延びる源の義経が、如意の私に乗船しようとしたとき、私森の平ご森に、義経一行であることを見破られるが、武蔵坊、弁慶の奥義で義経を打ち据えるという起点で無事に、乗船できたという話があり、加賀藩市、森田支援の越中氏印においてはこれを伊水川川口部の対岸を結ぶ都線のことであるとした。 この説によってこの都選は、吉爪と、弁慶ゆかりの地とされ、1990年9月26日には、町合所近辺に、源の吉爪と武蔵坊、弁慶の像が建てられるなど、吉爪伝説を利用した、観光需要の掘り起こしが行われていたが、吉爪記は、後世に創作された小説であってこの伝説も、史実ではないとされる。また、 義シツに言うニョの私は、その表現から学術上は、西都並郡、羽生村のハス沼付近より六道寺へ至る伊水川を上下する戦運を言うのであって、伏木より六道寺へ伊水川を横断する都線ではないとされている。明治時代の伏木港の後継伊水川川口部を横断する都線の資料への書出は、天文年間から永六年間にかけてのものであって、 少なくとも金庫からは、都船が存在していたと言われる。1584年には、人母縛りによって、伏木古国府の商工寺に参詣する、坊主州や、地内者の都船賃が免除された。その後、金世に入り越中国が、加賀藩の地下となってからも都船は存在しており、1616 16年時点においては、六道寺に、船一艘が常備されていたという。 1666年からは、船は2艘となり、渡し森は8人が置かれたが、1722年に、再び船1艘渡し森4人の体制となった。1739年には、渡し森が2名増員され、計6名体制となった。近世における井水川川口の都線には、2本の航路があった。一つは、不木から、 六道寺の浜往来を結ぶ河口の下渡しであり、もう一つは下渡しより上流の古国府の昇降寺門前より山が新方面を結ぶ上渡しである。一般の旅客は下渡しを利用しており、上渡しは御用渡しと呼ばれ藩の紅葉に用いられた。渡し森には旧金と屋敷が与えられた。古国府の渡し場付近には 車屋と船と小屋が建てられていたと言われる。1936年当時の伏木一帯を撮影した航空写真。伏木橋の橋を後の川口付近に、橋梁は建設されていなかった明治に入ってからも、土船の運航は地元住民によって継続されており、1874年当時において、船は5層、船人足は合計9人であった。 当時の都選の利用者は1ヶ月に平均9060人であったという。しかし、都選によってではなく、佳境によって、直接陸路で伊水川両岸を連絡すべきであるという声が高まり、伊水郡八田村のお寺、畑前五郎は1882年に石川県庁へ鎮り橋の仮設を願いで、翌1883年1月に、これを修正し実現させた。 この橋は寺畑橋と呼ばれ、付近住民に喜ばれたが、出水ごとに損傷して橋賃を持って、その維持費を賄うことが難しかった。よって、富山県は、施設の橋を廃して、1898年2月に、延長190軒、福院14尺の木橋を建設し、これを伏木橋と命名した。その後、伊水川の改修工事のためにこの橋は撤去され、 1911年4月に、再び、親辺部川に伏木橋が架橋された。鹿野こ丸の建造を担った佐賀造船所架橋の影響によって、都船の利用者は減少し、1886年における1ヶ月の平均利用者数は4,050人と架橋以前に、比して半減した。また、私森には失業者や休民が雇い入れられていたが、 容姿や服装によって旅客に不快の念を与える者がおり、これを口実に悪評を吹聴調して、営利を目的とする、都選事業を出願する者も現れるようになった。このような状況に鑑み、六都寺の住民は、笹谷彦八、ベニ長一郎及び三の彦四郎を発起人として1911年5月に、六道寺都選組合を組織し、 両岸に、洋式建築の待合所を建設し、発動機船の、鹿のこ浦丸を、同年9月1日に就航させるなど、都船の近代化に努めることとなった。この、鹿のこ浦丸の老朽化により、同組合は1928年3月に、佐賀造船所へ、約4000数百円を持って、造船を依頼し、同年8月より、新たな、鹿のこ浦丸を就航させた。 都線は営利を主たる目的とせず、観光利、学生、貧民等には無料乗船を強化し、伏木港に出入りする機船に配慮して運行された。過橋がなされても、都線の利用者が多かった理由は、伏木橋や上高寺橋が川口よりやや上流にあるにかかわらず、小矢部川両端における人口密集地域は川口近辺であって、 橋まで行くと非常な遠回りになるからであった。都線の経営に重大な影響を与えた伏木橋は、1938年に大規模な修繕が行われたが、戦時中に老朽化のため撤去され、陸路によって両岸を連絡するにはより上流の上高地橋を利用せねばならないようになり、都線の重要性は増大することとなった。転覆事故は報道する。 新聞記事1944年12月25日午前7時20分頃、鹿のこ浦丸が、不思議より六道寺へ向かう途上にあって、機関の故障により流され、六道寺側の防波堤に衝突して転覆するという、事故が発生した。この事故によって33名の旅客が救出された、ものの、約40名の男女が推死した。六道寺都船組合は、 事故の責任によって、同年12月27日に解散することとなった。不識と六都市等を結ぶ都線の運営は、串岡と吉久を結ぶ都線を運営していた、牧京さんに継承された。しかし、戦後の経済混乱によって、都線の運営を一個人が継続していくことが、難しくなったので、1947年4月より、伏木と六都市等を結ぶ都線は、 串岡と吉久を結ぶ都選とともに、高岡市が運営することとなり、実際の業務は、高岡市から、伏木海陸運送へ委託された。伏木海陸運送は設備の老朽化を口実として、1949年により、たびたび、高岡市に、契約の解除を申し入れたが、1950年に、 高岡市が設備更新費用として210万円を無利子で対応したので、高線と木造線を一石ずつ発注した上で、都線の運行者として、伏木公安交通を1951年2月19日に設立し、同年4月より同社が、都線事業の下請け先となった。1953年9月からは、免許制度の発足に伴い、伏木公安交通が、 直接、高岡市と契約し、その代行を担う業者となっている。1957年7月からは、都船場が移転され、以降は、伏木新島と中伏木を結ぶ航路に変更された。この移転は、伏木港に出入りする船舶の増加と大型化によって、その航路を横断する都船の存在が危険であると、されたことによるものであった。 高岡市と新港市の不思議港都線事業、組合設立計画を報道する新聞昭和40年代初頭において、都線は1年に約75万人の旅客と22,900個の手荷物を運ぶ重要な交通機関であったものの、収益は上がらず、赤字が募るばかりであった。高岡市においては、各のごとき、公共性を有する交通機関を一支援をもって、 運営するのは適当にあらずとの声が高まり、1966年4月に、高岡市と事実上都選の運営に協力していた、新港市が都選を、県営に移管するよう申し入れを行った。しかし、富山県が、その要求を受け入れぬ姿勢を崩さないので、両市は共同して一部事務組合として、 不思議都選事業組合を結成し、同組合に事業を運営させることとした。この旨の議案は、同年9月に、両市の市議会に提出され、1967年より、不思議都選事業組合が、その運営に当たることとなった。なお、実際の運行は引き続き、不思議公安交通に委託された。しかし、都選の経営状況は好転せず、 伏木都線事業組合は再三にわたって、富山県へ、都線の遺憾を陳情している。赤字をまかなうために、運賃の値上げも連続し、富山地方鉄道伊水線の一部廃止や、幸福工業地帯の衰退、1974年8月の伏木高大橋の開通等の情勢に伴い、旅客数も減少した。このような情勢を背景として、 不木都線事業組合は1975年3月に解散し、その都線事業は不木公安交通に譲渡された。事業譲渡にあたり、不木公安交通には、新造船の建造費の半額である500万円と赤字補填のために1700万円の補助金が交付された。これにより新造船、ニュー、二条丸が建造され、都線は、 不思議公安交通の経営によって運行されることとなった。しかし、累積赤字が1300万円にまで膨れ上がったことにより、1977年10月に、同社は、都選廃止の意向を表明した。翌1978年1月10日には、経営状況の悪化により、ニョ丸の検査費用が年出できず、引退する事態にまでなっている。 しかし、存続を求める地元住民の声に後押しされ、高岡市及び新港市が伏木港湾交通と交渉を行った結果、1978年3月28日に都線の存続が決定した。この際に都線にかかる赤字は、伏木港湾交通が5分の1、高岡市及び新港市が5分の4分を負担する旨が合意された。 ニょイのワタしマル1989年11月に町合所が改築され老朽化したニュー二条丸とほぼ同じ大きさのニょイのワタしマルが不思議造船によって建造された。高岡市や新港市ではこの設備更新にあたってニょイのワタし以来の歴史的風景を観光資源に活用したいとの意向を表明している。これによって 1990年9月26日には、伏木川の待合所近辺に吉常と弁慶の像が設置された。都線の生き残りをかけて、観光需要の掘り起こしを図るべく、周辺観光地と絡めた宣伝がなされ、氷見線や万葉線と共通のフリー乗車券の販売も行われた。一連の設備更新や、 観光需要の掘り起こしによって1988年に4万1500人であった。旅客は1993年には6万1423人にまで増加したが、以降は再び減少に転じ、高岡市は毎年欠損金の補助を行うこととなった。その後も旅客の減少に歯止めはかからず、 2005年頃には1日の旅客が100人前後と最盛期の20分の1にまで落ち込んだ。匂いの渡島しるも老朽化し、高岡市や伊水市もこれ以上の補助を行うことは難しくなっていた。2003年度に着工した伏木マハ大橋が開通する見込みとなった2008年11月8日、高岡市は 市議会決算特別委員会において、伏木マハ大橋の完成に伴い都線の運行を終了する旨を表明した。そして2009年8月2日、同日開通した伏木マハ大橋にその使命を譲り、運行を終了した。運行最終日の8月2日は無料で運行され、地元住民等が写真撮影を行い、名残を惜しんだ。 都線の廃止に伴い、待合所近辺に設置されていた吉常と弁慶の像は、2017年7月21日に、伏木駅前に移設された。ありがとうございます。